これが私の使命。今川め、この良き日に何をしに来た。良き人、よしとよく見てよしといい。しかしよからぬことが一つあり。それは我らが吉本様を招待しなかったこと。よろしくめ、だからこうして来てやったぞよ。それ玄武の砦で祝宴をじゃ。マササ様、これは効果にございます。砦を奪還しヒー様にいいところをお見せしましょう。ご祝儀がこれ奪うでない。医師、これが断りの戦だ。全体かすもく。すごい、みんなに足並みが揃ってる。長政様だけがはみ出しておりまするぞ。次は2箇所でここを防御。断りの戦たちよ、物水物をつまみ出せ。まずはつまみか。そうになるでおじゃ。待って、うちを置いていかないで。我らが吉本様も可愛い嫁さんが欲しいおじゃ。おいおいお、竜の砦のご祝儀が。鳥の砦ではマロのもの。次は酒を処方する。杯よこせ。あ、それは三三九九の杯。な、何をする。返せ。長政様、姫様がお寂しそうですぞ。男前ほど今季は遅いのでおじゃるよ。ための犠牲だ。当然のこと。怖い。みんな同じ顔。マロも結婚したいでおじゃるよ。人財産が梅雨と消えゆく。次は玄武の砦で。うん、さっき攻めたでおじゃるか。祝儀はこれよ、マロと揃いの衣装じゃ。いち、そんな変な気もしたくない。おれ今川、不埒な男は即刻削除。
正しきを疑わぬ、それもまた心の強さ。吉本様になりきるのも悪くはないようじゃ。何事か。吉本様の作戦は穴開きだらけの水玉でおじゃ。そんなにマロの祝福がいらぬおじゃ。こうなったらマロ自ら祝辞を述べるおじゃ。呼ばれてもいないのに主賓を名乗るとは悪である。それなる嫁御至高よれ、花のかんばせ見せてたも。何、うちに来よう。ほほう、噂のたおやめ綺麗よの。本当うち嬉しい。これだ、滅びろ。貴様、道を差し止めろ。貴様、集まっておきれいでございます。Thank you.